ってるのがあって、すごい早い早い、そう、すごい、今年の長男、いや、そんなんで、うちの嫁さんなんて22だから、すごい、この選択できるのほんとかっこいい、23で長男、いや、すごいすごい、これ30、俺が30の時はもうだって2人見たし、いや、いいですよね。ね、でもなんかもうこれからもね、大関が何するのか、それぞれね、はい、楽しい人生を送っててもらいたいですし。いや、本当ですよ。ね、幸せになってもらいたい。今日はね、わざわざ本当この番組選んでいただいたんで、いやいや、なんかいろいろね、メールなんかも来てるんですけど、はい、ちゃんと読みますね。あ、いいですか。はい。スカイさん、北海道の方、はい、津田さんが MC をしているですね、桜坂46の冠番組で、一番印象に残っている大関さんとの思い出をお願いします。確かに。あ、桜でか。桜では、あ、でも、なんだっけ、すくすく大関。すくすく大関ってリサが、リサが、渡辺リサが、なんかこう、メンバーの、なんか、写真を出す企画があったんですよ。そしたらその時に出てきたのがすくすくおでちゃんって、はい、めちゃくちゃ可愛いって、おでちゃん毎年、それが歌番組で、はい、尾崎が抜かれた時に尾崎がミスをしたらしい、なんかね、なんかこう回転してターンしたら、あの前が分かんなくなっちゃって、はい、それだけ後ろ向いちゃった時があったんですよ、生放送で、はい、それが抜かれてて、本番終わった後に楽屋で号泣して
70の7000番第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。時刻は12時31分。 NS は